ゆりです。ただいまですね、平日の早朝になります。まだ外は暗い状況になります。今日はですね、案件動画がありまして、ご依頼をいただきましたので、そちらの企画書を書きたいなと思っています。なんかさ、いや私まだ起きて数分なんですけど、こんな喋れるんだみたいな感じです。いつもの感じでやっていきます。なんか沈むように溶けてゆくよ、てか2キロぐらい太ったんだけど、いや痩せねば、まあ生理前だから普通だよね。 1.5 キロぐらい太りました。なんかね、あーてか仕事のこと考えたらやば、やらないといけないこと7個ぐらい思いついた。今いいし、まあいい、そんなこと置いといて、案件動画ってさ、うわ案件かよみたいな人がね結構多いかなと思うんですけど、 YouTuber の努力をみんなにも見てもらいたいなと思って、はい努力自慢じゃなくてね、みんなが仕事をしているように YouTuber も案件っていうお仕事をもらって、仕事を頑張っているんだよっていうのをね、ご紹介できればなと思ってます。騒がしい気味にはなる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 、でみんなね結構で、まあ企画事務所に入って結構いろいろね案件とかをいただくようになって、おいゆりてめえそれなんだよみたいな、案件じゃねえかみたいな思ってる方とか、他の YouTuber さん見てても、おい YouTube 案件じゃねえかとかって言ってる人いると思うんだけど、案件動画って普通の動画と比べて結構ね YouTuber さん手放しなんじゃないかって思われてる方いらっしゃると思うんですけど、しっかり考えてるんですよ。私は今からその企画書をね、途中までやったのを完成させたいと思って早起きをしました。その分早寝もしました。消毒手洗いリメンバーなのだよってね、えやっていきたいと思います。これはね、アルコール除菌燃えて眠い、仕事の前に仕事です。ね、この形で作ればいいの。あ、だからみんながね仕事をする時のように、私たち YouTuber もえぼや、私たち YouTuber もお仕事いただいてるしっていうので、クライアント様に対して対価をお支払いするためにも頑張っているって思ってほしいんです。私まあみんなは知ってる方も多いと思うんですけど、一応大きくくくると広告業界にいまして、
まあ普通にインフルエンサーさんとも関わること結構あるんですけれども、やっぱ皆さんね本当にありがたいなと思っていつもご紹介いただいていて、ご紹介してくださって、でやっぱ思うんだけど、やっぱ広告の形ってどんどん今変わってきていて、で昔はさ言ったらテレビ広告、マスメディアと呼ばれるテレビ広告とか新聞広告とか、はたまた交通広告みたいな電車の中にある広告、つり革の上の方にある広告とか、まあいろんな面があって、まあ、そういうメディア、大きなメディア、テレビ、電車とかもそういったも全部そういうメディアの中にしか含まれてなかったんだけど、それがどん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 なんだウェブ広告とかが増えてきて、今だとやっぱ YouTube の中に広告が入ってたりとか、あとはなんだろうな LINE の中に広告が入ったり、スマートニュースの中に広告が入ってたりとか、あとはそれこそ Twitter の中に広告が入ってたりとか、まあ、いろんなメディアの中に進出し始めている中で、今の時代になってきて最近増えてきてるのがやっぱインフルエンサーさんになってきていて、で私なんかインフルエンサーさんが案件をするとかっていうことに対して、私もこの業界に入るまではなんかみんなお金稼ぎのためだろうって思っていたんだけれども、でもそれはそれ、まあ、お金稼ぎにもなるのもなるし、みんなと同じようにみんなの会社員と同じようにインフルエンサーさんたちも職業としてその仕事をやっていて、夢のような仕事に見えるけれども、やっぱりこういうふうにクライアントさんと一緒になって仕事をすることもある中で、多分人が紹介するっていうことに関して商品を売りたいクライアントさんっていうのはなんかすごくマッチングしてる広告手法だなって私は思うんですね。なんでかって言ったら、やっぱりじゃあなんかあなたにはこの広告が合ってるって言って前に調べた〇〇っていう商品がどこのなんかニュースサイトとかに行ってもなんか出てくるようになる現象ってあるじゃないですか。あれも広告手法の一つなんですけど、それで買うっていうよりかは、私がいつも見てる信頼してるインフルエンサーさんがこれ紹介してていいって言ってるから、あやっぱりいいんだってなるのって、なんか生身の人間から発信している言葉と、じゃあなんか広告だけでなんだろう見て、なんかおすすめサイトとかだけで見て買うっていうよりかも何十倍も安心なんじゃないかなって思うわけね。だからそれに、なんか私はそう思っちゃう。だからこそなんかその背景を分かるからこそ、私はなんかおすすめするときはなんかちゃんと実感してなんか紹介したいなって思うし、かつ自分が紹介してなんかミスマッチがないもの、なんか私がこんなの紹介してなかったじゃんとかっていうのはまずはあんまりしないようにして、それはなんかみんなにこういきなりそういうのを紹介してギャップが生まれたら申し訳ないなって思うから。でももしそういうものがあったとしても、多分自分でその内容を見てなんかどういう商品なんだろうっていうのを結構ちゃんと熟読してなんか紹介したいなって思うから、なんかだからこそなんかすごくちゃんと自分もその商品のことを知って理解していいところ、これはちょっと違うなっていうところっていうのを紹介できたらなって思ったりしているわけでございます。そうだからなんかすごく安心してほしいなって思うし、なんかそういう思いでなんかやってる YouTuber さん、まあ、いるのかいないのかわかんないんですけど、いるんだよっていうことも思ってほしいかなって思うわけです。何の動画？ごめんなさい、説得とかじゃなくて、まあ、これ別に案件動画だから見ないとかってなるのはその人の個人だからもう全然いいと思ってる。本当に全然よくって、私はでも結構見ちゃう。なんか逆に案件動画とかなんか凝ってて面白いのとかあるから、他の YouTuber さんのやつ
なんかこの商品こうやってつなげるんだみたいな、すごい面白いなとか。結構私はもう素材感とか内容をしっかり伝えちゃうかも。なんか自分たちで調べるっていう手間をなくすように、なくせるようにしたいななんて思っていまして、そうっていう。テレレレテレテレジャンジャンジャン、僕らは一日いた、ドゥンドゥンドゥン、私ジュンジュンジュンって感じじゃない？大丈夫？ほんとそれみたいじゃない？なんだっけこれ、プロフェッショナルみたい。だからこそ、まあインフルエンサーとしているべき理由って、やっぱりみんなにただただキラキラしたところを発信するってだけじゃなくって、世の中のいろんなものをいろんな人に見てもらう橋渡しみたいな、架け橋みたいな、なんかそんな存在にもなれたらななんて思ってますし、それはインフルエンサーであるうちの役割の、数ある役割、役割、まあ、いろんな可能性を持ったインフルエンサー YouTuber としての一つの使命なんじゃないかなって思っています。ゆりさんにとってインフルエンサーとは？それは、いや、わかんないわ、ごめんなさい、 そこまでは考えてなかった。クリエイターやんな、やんないのかい。てか最近感じたんだけどさ、私のさチャンネル名長いよね。おんじやっち、よし、まあいいや、こんな感じです。私はじゃああと少し頑張って会社に行く準備をしたいと思います。じゃあね、バイバーイ。